背景ゼロワン様。出場させていただき誠にありがとうございます。ゼロワン様のいじめ撲滅の理念に感銘を受けたことが始まりだった。プロ野球マスコットのプロレス参戦、発表後の反応は賛否両論、いやほぼ否だった。でも全ての声に感謝したい、だからもっと強くなろうと思えた。アスタの前知ってる、超かっこいい。アストロマン、プロレスデビューおめでとう。初勝利期待します。アストロマン、お前は茨城アストロプランズの一員だ。これからも一緒に戦っていこう。アストロマン、茨城のために頑張れ。元気ですか。アストロマン、野球界、プロレス界、そしてスポーツ界のために戦ってこい。行くぞ。1、2、3、挑戦。負けるな、アストロマン。茨城県のために。野球ファンにプロレスを好きになってもらいたい。そしてプロレスファンにもプロ野球を好きになってもらいたい。2つの業界がつながればとんでもないエンターテインメントになる。そして茨城県を、地方を盛り上げるんだ。いじめを撲滅して子供たちに勇気と夢を。だからこの試合は絶対に勝つ。合言葉は、誰かのために。第11試合、インターナショナル&世界ジュニア2冠選手権試合、王者阿部文則 VS 挑戦者アストロマン。第11試合、インターナショナルジュニア&世界ジュニア2冠選手権試合、30分一本勝負を行います。プロレスとプロ野球を結ぶその役目を果たすのは誰かのためという、チャレンジャー、その言葉のためだった。アストロマン入場。プロ野球独立リーグ、茨城アストロプラネッツのイメージキャラクターだったアストロマン、成績不振により解雇、トライアウトも不合格、これからどうしようかと悩んでいた田中、あの時の命の姿もあり、ゼロワンに参戦を実行。さあ、いきなりのデビュー戦はタイトルマッチとなった。戦えるのか。いや、戦わなくてはならない。誰かのために。アストロプラネッツ、アストロマン。